レベル 1VS ボス全員アミナゴクラク編残りパート2、残りパート2。あんたバカ、あんたバカ、あんたバカなの大丈夫。はい、ということで、まあうまくいけばあと2回で終わるということですが、どうも皆さんこんばんは、かかととでございます。でさっきの話も、この企画は、はじめレベル1の妖怪で全ボスを倒していく企画。その際、別のステージでレベル上げだったり、経験値でレベル上げ、必殺技の秘伝書などでレベル上げも禁止。さらに、ボス戦ではコンティニューも禁止だ。そして、アミデゴクラクは、通常マップや無限地獄マップより、はるかに難易度は高い。果たして、かかととは勝てるのか。かかとと。さあ、ということで始まりました。ね、レベル 1VS ボス全員。今回は、まあ、見てかく、あ、待て。はい、今回はね、アミナゴクラク編、まあもう終盤ということで、まあできるだけまあの経験値とか稼いでレベルをできるだけ高くした状態であやとり様ちょっと挑んでおきたいから、まあ、ちょっとフィーバーとかエドカンとか食らわしたいよね。そしてさ、カイラとかでさ、なんか弱体化させるかなとか思ってたけど全然出してこない。もうこれは勝てということじゃないでしょうか。もうなんならこのまま無傷で勝ちたいよね。まあ、でもとりあえず今回いけるか、多分いけるはず。であと一応こいつって第二形態ないよね、確かなかった気がする。あったっけ、え、覚えてないんだけど。まあないと信じて倒していく。え、ワンチャンこのフィーバーで勝てる説。これでもう勝ったらバンバンザイだよ。はい、さあ、アミナゴクラク編、もうこれで次回でラストか。緊張してきたわ。あやとりさん強いからね。まあでも助っ人がいるんで、まあ立つしかないだろ。もう決めた。3月25日、もうこの日を決戦とするあやとり様を倒します。